国立大学法人、国立大学法人、国立大学法人 A National University Corporation は日本の国立大学を設置することを目的として国立大学法人法の規定により設立されている法人である。国立大学法人の業務の範囲は国立大学法人法第22条により次のように規定されている。ただし、 研究の成果の活用を促進する事業に出資する際には文部科学大臣の認可を受けなければならない。国立大学法人法には業務の公共性、透明性及び自主性、評価及び終了時の検討、財務及び会計の3領域にまたがる独立行政法人通則法の多数の規定が順用される。すなわち、 国立大学法人は独立行政法人の一形態であり、政府の施策においても、国立大学法人は独立行政法人と同様に扱われている。2009年12月25日の閣議決定、独立行政法人の抜本的な見直しについてでは、すべての独立行政法人のすべての事務、事業について、正域なく厳格な見直しを行い、見直しの結果、 独立行政法人の廃止、民営化、遺憾等を行うこととされたが、国立大学法人もこの見直しの対象とされている。このほか、中期目標、計画とかわりなく運営費交付金が定率削減さたり、評価結果とか変わりなく文部科学大臣が、組織及び業務全般の見直しの方針について指示を下していることなどから、法人化以前に比べて政府の統制は、 格段に強まっていると指摘され、国立大学法人法第3条において、国は、この法律の運用にあたっては、国立大学及び大学共同利用機関における、教育研究の特性に常に、配慮しなければならないとされているが、この条項は事実上、有名無実にされていると言ってよい。職員の身分は非公務員型であり、国家公務員法。 人事院規則等の国家公務員に適用されている規定が適用されなくなり、非公務員化、労働基準法、労働安全衛生法等に基づいて、各国立大学法人自主的に就業規則を定めることとなった。このことにより、例えば国家公務員法等による兼業規制が緩和されたことにより、国家公務員により産学連携等を容易に行うことが可能となった。 ただし、国立大学法人に限らず、公共性の高い事業を行う公団や、事業団、公庫等に勤める職員は公務に従事していると、みなされており、みなし公務員と称されている。みなし公務員は、公務員に適用されていた法的な義務や制裁は、基本的に従来通り継続されることを、基本としている。職員、臨時的任用職員やポスドクを除くの宿舎は、 従来通り国家公務員宿舎の文部、科学省割り当てを利用することが可能である。健康保険、年金保険については、文部科学省共済組合に加入する、臨時的任用職員やポスドクを除く。しかし、国家公務員でないことから、雇用保険の加入が義務付けられた分、経済的負担は増加した。ただし退職時には失業等給付が受けられるようになった。 海外出張については、従来は公用旅券の発給が受けられたが、国立大学法人会構は政府、各省庁や国際機関の依頼、もしくは旅費が支給される出張等に限定された。また資源エネルギー庁によるエネルギー管理指定工場にも85法人が指定されている。一つの国立大学法人が設置する大学は一つのみである。 一法人一大学生を取っている。このため、国立大学が統合した場合には、統合前の大学は廃止され、在籍していた学生、教職員は統合後の大学に移籍する扱いとなっている。一法人一大学生を取っているため、法人理事長に相当する法人の長の職名は、学長とされ、法人の長である、 学長が設置する大学の学長を兼務する厳密には法人の長と大学の長が一体となった職が国立大学法人の学長である。これは移行特例のようなものであり国では両職の分離についても将来の国立大学法人法見直しにおける課題として引き続き研究している。なお、公立大学法人は 複数の大学を保有することが可能なことから、法人理事長と学長を分離している、兼務は可能。2016年の第190回国会で、国立大学法人法が改正され、指定国立大学法人制度が制定された。指定を受ける国立大学法人は、国立大学法人法の本文には盛り込まれず、文部科学大臣が指定する制度となっている。この点は、 同時期に制定され、法文内に期間が指定されている、特定国立研究開発法人制度と異なる。第3期中期目標期間、2016年度から2021年度における申請要件は、研究力に関する2つの国内ランキング、社会との連携に関する3つの国内ランキング、国際協働に関する3つの国内ランキングが提示され、 それら3つの領域において、各々1つ以上が国内10位以内に位置している国立大学法人が申請できるとされた。結局、以下の7法人が申請したが、2017年6月30日には3法人のみが指定され、残る4法人は指定候補とされた。指定候補のうちに法人が再審査を申請し、2018年3月20日に追加指定された。 その後、指定候補のうち一法人が再審査を申請し、2018年10月23日に追加指定された。2018年10月現在、残る指定候補はただ一法人のみである。当初からの国立大学法人法の制度では、国立大学法人は一つの国立大学しか運営できない。文部科学省は、アンブレラ方式の導入を念頭に、 2019年の通常国会で国立大学法人法の改正を検討していい。国立大学の法人化に際して国からの支援が縮小されることや運営に国の干渉が強まることが懸念されていたが、現在問題になっている点は次の通りである。法人化前に行われてきた学長選挙と異なり2012年時点で全体の9割ほどの 国立大学法人が学長選出に際して教員一部の大学では教職員による移行投票が行われているがこれまでに市外科大学、岡山大学、新潟大学、大阪教育大学、山形大学、高知大学、九州大学、富山大学、香川大学、東京海洋大学、京都工芸繊維大学、北海道教育大学で 学長選考会議によって、移行投票で2位または3位となった候補を学長に選出しており、市外科大学、新潟大学、高知大学、北海道教育大学では訴訟も起きた。山形大学では、元文部科学省事務次官が学長に選出されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。